はい、どうも、こんにちは、シルバです。なんか俺よりいい装備してますね。いいなぁ、アルメタ。アルメタいいなぁ。まず超かっこいいよなぁ。俺がね、歴代で一番好きなハンマー、このアルメタなんですよね。どうしよう。あんまり話しかけない方がいいか。弟のハンターなんですけど、ギルドカードの説明文がちょっと意味不明なんで、ちょっと話しかけないでおこうか。さあ、そんなわけで、今回は四面楚歌ですね。ディアブロスアッシュ、アグナコトラッシュ、ティカレアッシュ、ジンヨガですね。さあ、で、大変ふざけてる要素が一つだけあって、まあ2つぐらいあるか。それはクエストやりながら話そっか。 さあ、でね、前回のティガー氏からまたちょっと期間が空いて申し訳ないです。何を出していけばいいですか、僕は。そしたら、まあ火事場でいいか。火事場なんか使わねえけどな。またね、ずっとお守り掘ってたんですけど、アルバトリオン用のお守りが全然出ねえ。火事場が出た。カジワが出たか。やりたくなんな、カジワ。ティガー足とかな。カジワあると結構、ひるみ計算とか楽だからな。まあ、いっか。普通にやろうか。そう、何の話してたっけ？そう。まあいいや。とりあえず行こうか。今回は見切り2ですね。で、一つ言えば、森掘れたやつが、KO6 達人9ですね。達人9はずっと欲しいと思ってたから、3級ですね。空と小闇 で、この、PSP からこっちのデータ、方にまたデータ移行したのが5日ぐらい前なんですけど、今現在掘ってる、回数が何回かな。ハンマーのね、使用回数がとりあえず1420回ぐらいになりましたね。前回のティガー州の時が900回だったんで、まあ、また500回ぐらい掘ってるんですよ。 マジでだるい。 マジでだるいけど、やっぱりね、アルバトリオンは俺はこういう風に狩りをしてんだっていう、なんかそのね、なんかね、ぶれない思いがあるから、もうその思いだけで、ずっとね、ふざけんな、お前。はい。横一縦一。ヒリ狩りだな、間に合う。間に合わねえか。ハンマー、やっぱ振り押せ。おいしょ！なんか、俺のハンマーと君の体の色似てない？なんか、イビルジョンの時にも言った気がするけど、なんか、ものすごく似てる気がするんだけど。よし。いい感じ。さあ次、お昼見になるんで、結構後ろの方で振っておけば、オッケー。さあ、ここは回避不要。お、えー、あ、うん、あ、えー、えー、あれ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 、なんかさ、今の俺のために外れてませんでした？やばくない？ちょっと待って、ハンター、さあ、すぐに起きるんじゃないよ！起き上がり無敵時間、とか、お前さ、もうちょっと倒れ込んでろ。ワールドであのハンターそれができるんだぜ。すごくないか？ さあ、ために準備。2回目が来ないだと？なに？なんか1回ぐらいあれですね、苔奪ってもいい気がしますね。うわ、ひるみ来ちゃったな。ひるみがね、わかう、うわ、うわ、早いなー、うお、早いなー、無理だよー。ちょっと待って、お前、バカ！これはバカ。これバカだよ。え、マジでさ、あの尻尾振りからなあ、うわ、キルが早すぎる。あっという間に殺されたかんね。マジ？本当に。ありがとね。ねえ、たった2匹がものすごく勇敢だ。うわ、これ食事効果系だから、マジでだるいことになるぞ。ああ、でも久しぶりになんか死んだわ。たまに死ぬっていいっすね。何がいいのか、はっきりと説明してくださいって言われるとよくわかりませんが、たまに死ぬとなんかいいっすね。歩いてんじゃねえよ、お前。なんか、あれだったな、今、その場で歩いてたの、お前、ムーンウォークしてるみたいになってたよ。いいわ、お前のそのゲートを披露。さあ、そんなわけで、お守りをね、ずっと掘ってて、マジでめんどくせえなっていう感じなんですけど、追撃音スロット3とか掘れたんですよね。あれちょっと嬉しかった。トライジーの時にこっちに出てこい。やっぱそっちにずれるか。縦1までにしといて尻尾振りだと思うから。うわ、それかい。縦1だけでやめといて。うわー、尻尾振りに当たるか。尻尾の反転に当たるか。てかね、俺のシルソルマジでダメージ食らいすぎなんだよな。防具強化してないから、まあそれは当然なんですけど、やっぱね、火事場が実況するとしたら、やっぱ出しやすいから、このままでいきたいんですよね。これは回避不要。
こっち側に向かってで置いて遅めで可避。うえー、ふわさ当たった。お前のハン、お前ハンマー軽そうだな。お前片手で持ってんじゃねえよ。お前両手で扱ってんだろ。お前片手でできんだったら常に片手でやれてんだよ。マジでそう思いません？リアルに考えすぎですか、モンハンというゲームを。ほら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 、片手で持ってんのバカじゃねえの、お前マジで。うわ、地面が揺れる。ときめきを空と大地。さあ足、おい、ちょっと2段振り向きぐらいまで俺がずれておいて、ちょっと当てていこうか。よし、さあそろそろ転びを取りたいけど、なんかディアーノの体力ももう底つきそうだな。何分ぐらい俺戦ってる。うわ、なんということだ。さあそろそろこけると思うぜこれ。よいしょ、よし、さあホームランで片付けができる。まさか死んじまうとはな。これ死ぬと食事効果って消えるんですよね。てか俺やべえ、キジ役グレートも持ってきてない。かなり厳しい戦いになりそうだ。さあそして冒頭に言ってたね、このクエストのふざけてる要素なんですけど、まず一つがね、ジンヨーガの体力がこれ単体のジンヨーガの体力で出てくるんですよ。そうで、単体ジンヨーガって大体今の俺のこの装備だと3スターンちょいで討伐できる感じなんですけど、3スターン俺今死んだからな、4スターンぐらい、4回ぐらいスタン取らないと多分終わんないですね、ジンヨーガ。これはかなりだるいことになったな。火事場を出していけっていう感じかもしれないけど、俺ニガムシもコタルもねえよ。オーマイガンネス And a happy new year、 明けましておめでとう、プレゼントだよ、天使もいるよ。1、2、3、4、5、だいたい5回回避ですね。ハンターの回避が1回2メートルだとしたら、ディアブロスの前兆、まあ前兆というか横丁はあれになりますね、10メートルということになりますね。ただ今5回回避とちょっとだけ余ってたから、すごいな、11メートルぐらいか、幅11メートル、すごっ、結構威圧感あると思うなそれ。さあパコパコパコ、んちょっと溶けたかな、まあ、顔面いこうか。そう、そしてこのクエストのね、もう一つおかしいところが、このアグノゴドラ亜種なんですけど、なぜ君はこの環境下で凍っていられるのかね。まずお日様さんさんじゃないですか、太陽さんさんですよ、うん、マジで。でなおかつ、なぜあのこのフィールド内でこいつは潜って、やばやる気の矢の字も見えねえ、まっとれ。なぜさ、この氷のこの字もないようなこのフィールドで潜って、この氷をまとって出てくることができるのか、これがね本当に意味がわからない、本当に意味がわからない。うれー、会心出ろ、それまで会心出てて、なぜホームランで出ない。うわ、ちょっと場所悪いな。2段振り向きぐらいいけますか。いけました、よし。とりあえずスタン取るのがめんどくさいですね。 めんどくさいじゃなくて、スタン取るタイミング選びが俺の心を読むな。よし、俺これ避けるの超苦手なんですよね。特に至近距離で出されて、あれ避けられますかっていう。はいね、で潜るじゃないですか。でこの氷のない、ま、氷の全くないこのフィールドで、なぜ潜って氷をまとって出てくることができるのか。そう、皆さんもね、まあこういうの真剣に考えてみると、面白いか、まあ、つまんないかはよくわかんないですけど、まあ多分つまんないと思いますけど、なぜなら出る答えが意味がわからないから。氷が全くないこの環境で、なぜお前はそんな感じで出てこれるのか。うおー、はい、これはバカですね。スタン取るタイミング終わったわ。さあ当たったら100万円。あれを解いてなかったっけ、ティガで、あー、ディアか、もうめちゃくちゃだわ、ほら。はあ、青ゲージからの白だぜ。まあとりあえずね、こいつはあれだな、お、溶けた。うーん、なら胸にいっとくか。2、3、4、5、6の7、そう、7回転、回心、7回転だから6回転か。でも今5回しか当たってなかったけど、結構ね回心が出るから。さあ次ひるみかな、なんでここ
タンプ当てておいて切れると思うから縦1、うわ、2、うわ、うわおー Oh my goodness! Wonder Happy New Year! なぜ今のが当たらないのか僕に丁寧に説明してください。スタミナが切れそうです。そして俺の堪忍袋の方も切れそうです。さあ、そろそろニスタンが欲しいぜ。ああ、お前白い吐息が出てんでしょうね。まあ考えれば考えるほどムカついてきますけどよし、さあスタンチってどれぐらい、結構いい感じで溜まってると思うんだけど。にゃー、なぜ猫語になったにゃー。おいしょ。さあもう普通に攻撃すっか。終わるんじゃね、基準役グレートねえけど。あ、てか俺怪力の種の効果も悲しいけど切れてるわ。それ悲しいですね。赤いパイナップルしか出ていねえ。赤いパイナップルとあのモンスターに気づかれてるあのアイコンのことなんですけど。うわ、元気ヒルミも来ないね。なんか元気ヒルミぐらい来るかなと思ったんですけど。せーの、なんかそろそろ V 破壊したいな、手をはい、終わり。ちょうど壊れるタイミングになったか。あー、よかった。まあ40分残ってたか。いやー、一回死んじまったよね。俺がね、もしアグナゴトルだったらこの形状を使った攻撃をするんですよ。どういうことかっていうと、そう、このなんだろう、この丸まり具合でこうスピンしてくる、うわーってこうベイブレードみたいな感じだって。どう見てもほらこれ強そうじゃないですか、この歯、この背びれ。そう、これでねハンターに体アタックしたらもうハンター腰と上半身で真っ二つに分かれると思いますよ。一撃必殺ですね、まさに。そう、まあでもね、アグナゴトルはいろいろと意味不明なモンスターなんで、この形状を全く理解してじゃなくて、この形状を全く使わない攻撃しかしてこないですけどね。そう、こういう風にねモンハンをねマジで考えてみるとね結構面白かったりするけど、まあイライラするっていうか、まあなんだろうな、マジに意味が分かんないみたいな答えが出ることの方が多いです。さあ、そして今回俺は何なんでしょうね、この意味不明な実況は一回死んだことでマジで頭おかしくなったが、さあ、ティガーシだぜ、縦1だぜ、2だぜ、ホームランだぜ。さあ、ためにギリ間に合わなかったか。さあ、こっち側に振り向かせておいて、あそこどうするべきなんだろうな。縦さんフルヒットぐらいはさせておきたかったですけど、さあ大方向は今回あまり美味しくねえか。横向いて、あ、お、どういうことだ。え、なんかひるみ早くなかった、今絶対今のだとひるみ来ないと思う。縦1当たんねえか、切れるか。縦1、横に逃げる。すげえひるみですね。 V 破壊かひるみ。さあ、ここからうまいこと立て直していこうじゃないか。さあ、ここはひるむんで、劣らないね、そもそもちょっと距離が足りなかった、ちょっと距離が足りなかった。あんまりね、でも手が距離詰めて打つと手に吸われるんですよね。お、大方向かな、違った。そう、お守り掘りしててね、そう、あの追撃音スロットさんとか、そう、なんかトライジンの時によく使ってた、あの達人、あーじゃない、キラージさん、スロットさんとか、オールマイ、ちょっと待て、ホームラン、遅かったわ。そう、トライジンの時にね、なんか使ってたお守りが出てくれて、なんかね、嬉しかったんですけど。ちなみに追撃音スロットさんが出た直後にね、俺の家にゴキブリが出るっていう、いいわ、その2点セットっていう。ゴキブリがね、こそこそ出てくるんじゃなくてね、飛んで出てくるっていう何その珍しい登場方法はって、ご登場方法非常に間違っておられると思うんですけど。さあ行きましょうか。よし。そうで、まあ俺はね、昆虫はじめ、まあゴキブリなんて当然触れないんで、そう、あの情けないですが、うちの母を呼びまして、助けてゴキブリが出たぜとかっつってそう、うちでね、あのゴキブリ対処できるのが母しかいないんで、そうでね、まあ、ゴキブリを器用に虫網で捕まえて洗剤を、ね、かけて討伐することに成功したんですけど、そう、あの食器洗い用の洗剤で洗剤かけるとゴキブリって死ぬんで、そう、あれ結構強いですからね、成分が。なんだかんだ食器のこの汚れ落とすっていうのはすげえんだぜ。さあ、ここちょっと意味不明な当て方をしておいて、ひるみ覚えてね、ゴキブリの話に一生懸命。そうで、1匹目のゴキブリがね、まあまあ大きかったんですよ、親指サイズぐらいの。そう、そいつを討伐してハッピーエンドかと思ったら、
でハッピーエンドかと思って寝ようかと思ったら、そう寝る前だったんですけど、そうしたら案の定俺の、布団からもう一匹出てくるっていう。今壁端だったから縦1で2のホームランやればよかったな。全く考えてなかった。3、そうちょうどね台風が来てて風が強くて、でまあうちの周りは結構まあ林ってほどではないけど緑がね結構豊かなところなんで、そうなんか風に乗ってねゴキブリも一緒に来たんでしょうね。そう台風はろくでもないものを運んできましたね。マジでゴキブリなんて久しぶりに家の中で見ましたよ。でもこの夏7回くらい見たかな。そう外歩いてるとね結構見るんですよね。そうそろそろスタンじゃね、全く考えずに終わった。おー疲れたまじい。あこれ当たんないわ絶対にトライ G だったら今の判定当たってましたね。自分の後ろまで判定あるから。そう風がね強くて、そう林からこう見事に風とともにゴキブリが飛んできて、そう来れたんでしょうね。うち4階なんですけど、そうまさかの4階までゴキブリが2匹も来るっていう、やばかったですね。そうでやっぱこう布団敷こうと思って、そう俺ベッドじゃなくて布団でこう地面で寝るのが好きだから布団敷いてこうそう寝ようかと思ったらもう1匹が出てきて、でまあほら自分の布団から出てきたからこう嫌じゃないですか、布団汚ねってなるじゃないですか。そうだけどそういう時はいやゴキブリはコオロギ、ゴキブリはコオロギ、何も汚くないっていう風に自分に暗示をかけて、そうゴキブリは無害っていう、そうなんかそういうイメージを頭に、イメージっていうかまあ自分を洗脳する感じかなそうそんな感じでまあねすぐに眠りにつくことができましたけど、まあね物事要は捉え方ですからね。あやっべ、あやっべお前でけえよおい、体力やべえ上にでけえんだよマジで。かっこいいけどさ、おーいちょっと待って、いきなりアウェーな攻撃を、てか色鮮やかだな、マジでかっこいいわ。なんかパッケージモンスターで一番かっこいいのってこいつじゃないですか。なんかちょっと前まで異論は認めないとかって言葉ありました。あれの使い方があまりよくわからないんですけど、だって1、2でかいんで振り向いたところにホームラン、よし、まあ結果オーライ。ああどうするべきか、避けていくべきか。お前何当たってんだよおいおい、元気いっぱい当たってんじゃねえよ、怪力の種さあちょっとおかしいよ距離感が。さあどうするべきかな、どうするべきかな、振り向きに行くか。あんまりねティカって ティカじゃねえジンヨガってこういう戦い方しないんですけど、まあでけえからなちょっと難しいぜ。てか体連続終了だからあれか、サイズ固定か、ワールドのワールドやってたからな、サイズも体力もバラバラですからねワールドは。マジで頭おかしいと思われるそう体連続終了のタイムアタックで超きつかったんですよね。おかげさまでマジできつかった。コードレッドのオドガロンとか頭おかしかったですね。おい後ろの方に当たってお前後ろに吹っ飛ぶの、言ってる意味わかります皆さん。本体の後ろの方に当たって、おい蓄電はどうした、俺ヨピヨピタイムだよこの後多分。ハンター元気に毎日ヨピヨピだよ。あ大丈夫だった、完全にヨピヨピタイムモードの操作方法してアナログスティックグリグリやろうかと思ってた。ジンヨガのこの小指の爪の生え方ってなんでこう間違えたんですかね。あやっべ小指だけこう爪の生え方間違えたみたいな、どのタイミングでお前ひるんでんね。小指あれやばいですよね。なんか小指そういえばあの小指の爪が足のね、足の小指の爪が2つに分かれてる人っていないですか。そう俺それなんですけど、そうなんかねいつの間にか小指の爪が2つに割れてて、ちょっと待って出てくるとこ見誤ってた。そうなんかね高校ぐらいかなの時に小指の爪がねなんか間違って生えてきて、そうでもねうちの母も同じように小指の爪がね2つに分かれてるんで、そうまあ母譲りなんだと思うんですけど、あれがね何が困るかっていうと、あの寝てる時お布団とかに引っかかって痛いんですよね。そうでなんか気がついたら朝出血してたりとかするんですけど、さあこの後は雷光中飛ばしかな多分。違った、それか回転でいこうか。じゃあさあこの状態で1回あれは欲しいです、スタンはナイスだぜ。さあ縦1ホームラン間に合うかな、結構ギリギリだな。これトライ G だったらまず間違いなく、ま、当たってないですね、当たってないですねってか、ま、あの間に合ってないですね。あのヒットストップは頭おかしかったよ
さあ、でちょっとこの状態でダメージ入れておきたいんで、おーい、ハンターちゃん全然、武器しまうのは、過去作はね、やっぱりアナログスティック後ろに入れててもあれなんだよな、前の方に武器しまっていったりするから。お、すぐにかかりに来た、すげえな。いやー、殴りがいがあるぜ。あんまりジオンが落とし穴にはめたりしないから嬉しいな。いいですね、なんかたまにはこの落とし穴っていうのも。そうだよな、てかお前マジででけえな、これは戦いにくい。さあ、なんかそろそろ元気ひるみが来そうですねとか思ったら、もう案の定来やがって、お前。さあ、うらーってやつ、うらーってやつ来る。うらー、これね、ワールドだったら地面にひびが入ってるようなエフェクトありますよね。あれが結構かっこいいというか臨場感あふれてる。さあ、縦一問当てていき、無理だった。あーんじゃねえお前、あーんじゃねえんだよ、あーんって溶けろ、あーんじゃねえんだよ、いってみたいな。そう、人間語で表すといってみたいな感じですね今の。そう、いってじゃなくていってっていう、もっと痛めつけてやろうか、おらお前切れてんだよ、やば。でもこれはありがたいですね、逆に蓄電状態でダメージが入れられるっていう、それはそれでありがたいぜ。うらうら、縦一で当たらないもんですね。終わり。あ、俺3スタン取ってないですよ今多分ちょっとなんか実況楽しくて全然忘れちゃったけど、多分3スタン取ってないと思う。やべえ、なんかあれですよね、トライジーの頃って本当になんかダメージ入ってるところをぶん殴ってるとヒットストップがおかしかったですけど、やばいぐらい攻撃止まるぐらい、よいしょよいしょ、おらってなってこう、おらのシーンでホームランは、ホームランよく外すんですけど、トライジー。そう、サードはね、そのヒットストップがないけどダメージ入ってるから、なんかダメージが入ってるのかどうか分かりにくいですね、トライジーに比べると。そう、でも蓄電状態でね、落とし穴とか、まあ一回スタン取ったりできたからダメージすごい入ってたんでしょうね。大事だな、やっぱ蓄電状態陣容が。お疲れ様でした、皆さん見てくれてありがとうございました。やっぱ実況は楽しいですね。あ、アルバトリオンだ、アルバトリオン、俺のモチベーションは今すべてアルバトリオンだ、あいつを2分で倒してやるぜ。まだね、やったことはないですけど、でもね、なんとなくああいう単体クエストだと、どういう風に攻撃してどういう風にダメージ与えていけば大体これぐらいで終わるっていうのはなんとなくはこう頭でイメージできるから、計算上2分で終わる、であいつがものすごくデレデレな行動をしてくれたら1分台で終わる可能性もあるんですけど、まあそれは夢物語だと思うんで、そう、とりあえずね、でも実況をちょっとマジでやってみたいですよね。勲章は？おい、なんで俺に勲章をくれなかった？え？おーい、なんていう動画の締まりがないんだ？え、俺なんかやってなかったっけ？タイネンズククエスト。え、ちょっと待って、これあれもしかしてバンダイさん？こっちの温泉クエストは全部終わってんですよね。おーい、ふざけんなよ、俺の勲章なんで2体クエストが体連続クエスト扱いなんだよ、ふざけんな、ふざけてるぜ。だっておかしいですよね、これどう見てもおかしいんですよ。そう、アグナゴトルの一件に続き、このね、ティガレックス、アシュとイビルジョーなんてめちゃくちゃ強いやつが2体いるじゃないですか、これが体連続クエストじゃなくて、このドボルベルクとジジンオーガが体連続クエストっていう、もう意味がわからない、俺は全然意味がわからない。なるほどね、あれやってなかったか、これもね、対連続クエスト扱いですよね。すべての大型モンスターの狩猟ってなってると対連続扱いなんですけど、あー、これもか、うふふふ、俺のアグナコトルさんとこれめちゃくちゃ対連続だよ、やりたくねえやりたくねえクエストは弟連れてくっていう作戦がありますね、俺にはやってますね、なんてチャラいキャラなんだ。さあ、そっか、示そうかな、終わって、なんかあの勲章欲しかったんですよね、あの対連続全部終わりましたよっていう。そのいいや、とりあえず上がろうか、いいよだね、いいよだね。さあ、そんなわけで、なんていう締まりのない動画なんだって思いますよ俺は、一回死んだし
なんか授業が楽しかったな。やっぱ授業が楽しいな。でかかったけど。でかいなりの立ち回りがあるからな、授業側にも。さあ、つわけで、ジエモーランまで、ジエモーランは実況はしないんですけど、これクリアして、山妻が土出しましょうか。そこ、それ出すとこまでちょっと動画にしようか。さあ、つわけで、ジエモーラン行ってきます。危ない。おい、いって強いよ。美味しそうな肉団子食ってきたけど、強いわお前の肉団子。噛めねえよそんな辛かったら。春雨肉団子スープとか好きだけど、てか春雨が好きなんだよな俺。いいっすよね。でもね、麻婆、理解できないのが、麻婆春雨の CM でご飯と一緒に春雨食べてるけど、お前どこにホームラン当たってんだよ。おい、ちょっとおかしいな、お前のホームランのヒットしてる位置がおかしいぞ。そうそう、麻婆春雨の CM でね、ご飯と一緒に、そう、春雨食べてますけど、そう、俺もあれやってみたけどね、合わんねって思った。やっぱ麺類とご飯はちょっと合わないかな、俺の中では。なんていうふうに思いましたけどね。美味しいと思う人ももちろんいるんでしょうね。てか、基本的に美味しいのかな、CM でやるぐらいだから。はい、今のってやばい揺れじゃないよね、多分。信じるよ。やばい揺れだった。おい、よく死ななかったな。ダメージでかいよ。いけそうか。わ、いいねー。いい終わり方だね。ちょっとだけ噛んだけどね。はい、お疲れさん。お、本棚に情報誌が追加されました。マジで？ようこそ。はーい。よし、いい感じだね。ちみちみ待ってたぜ。向こうの要件は片付けてるな。うーれー。話してのは他でもね、ちみに R コリューを討伐してもらって。これなんか普通のトーンで読むとさ、ちみってバカっぽいですね、本当に。だからふざけて読んだ方がいい気がしますね。そいつの名前は天妻が土、乱流とも呼ばれておる伝説の古流よ。この地方では古くから語り継がれている古流でな、嵐を呼び、嵐を操り、嵐に乗って移動する特殊な古流よ。この辺りの伝承で嵐のせいにされている話の大部分はこいつのせいだってのが古流研究者の見解だ。別に意図的に壊して回ってるってわけじゃねえがよ。古流ってのは移動するだけで災害になっちまうからな。その天妻が土が嵐とともに渓流のさらに大きち霊峰に現れ、このままではいずれこの村に危機が訪れるのは明白。そこにちょうどこの村のハンターであるチミがギルドの難関クエストを達成させて帰ってきたつうわけよ。ひょひょ、あとはわかるな、わかるよな。この村の将来はチミの創建にかかっとるつうわけよ。チミ創建でいいんだよねこれ。はい、ということで勇気の証5ついただきました。嬉しいですね、武田家し牙とともに。さあ、てなわけで緊急クエストに出ましたね、天妻が土。嬉しいな、なんかやっぱこれがあってのサードだよな。まわらし奏でるは最下の調べですね。指定地霊峰、なんかあれなんだよな、俺がプレイしてきたモンハンの中で一番このラスボスとしてなんかすごく楽しかったっていうか、倒した時が嬉しかったかな。なんかストーリーで倒すのも本当に久しぶりだから、なんか楽しみだな。楽しみなんだけど、俺の今の装備はこのまんまですね。あ、ただ耳栓出した方がいいか。で、あとちょっと多分ね、このま、この火力だとね、ダイソンとか止められない気がするんで、もしかしたら火事場でやるかもしれないし、ダイソンはもともと止めないような立ち回りでやるかもしれないですね。まあちょっとわからないけど、まあでもあれだよな、アルバアルバ、うん、俺はお守り守りを頑張っていきます。そうだよな、そう思うぜジェリートムなあ。さあ、というわけで、今回はねちょっと血迷った実況になりましたけど、見てくれてありがとうございました。本当にねお待たせして申し訳ないです。ただね、とにかく本当に俺はねアルバトリオンをね絶対かっこいい感じでね借りたいんで、そうお守り守りね頑張るんで、ちょっとねお待ちいただけると嬉しいです。ただね、天妻ガチチとか、まあ、出たんで、これは結構すぐできるかな。あんまり期間空かずにできるかなと思います。
浮かむ赤間はよくわかんないけど、うん、まあでもそんな感じですね。引き続きお守り掘り頑張ります。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回は松漫画土でお会いしましょう。さよなら。